一応おさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、日大のアメフト部の方がちょっと騒ぎになっていますが、えー、ね、今までね、やっぱりこう薬物とかでこうなんかあったあったりとかすると。 ねあのー、結構友達関係でいろいろ回っていっちゃったりとかねで100人ぐらいいるうちの、えー、10人ぐらいが今回そういう疑惑があるということであとの90人の方はあのー、もしかしたら知ってたかもしれないし知らなかったかもしれないし他にもまだそういう人がいるのかもしれないしいないのかもしれないんだけどまあねえー、まあ 今までで、ね、必死で私としては残念なのはもし廃部になった時に今まで、ね、本当に真面目にやってなくて何もやってなくてで本当に、ね、あの真面目に、ね、努力してあのやってきた子どもたちが、ね、今回のことで夢も希望も打ち砕かれてしまうというのが一番悲しいことかなと思いますし例えばこう日大のスポーツ入学という形でアメフト部 に入るつもりでもうもしかしたら推薦かなんかで入学が決まってるような子たちはどうなっちゃうのかなとかねあの将来がねやっぱりこうねプロとかそういう風な感じでなんかねやっぱりこうねいい方向性でやっぱりそこのそこの部で結構活躍してるからいい企業に入れるとかいう風な形もあるだろうしそれでまあ推薦っていうかねまあ引き抜かれたりとかする風な 形であったりとか、まあ、夢が、ね、今まで頑張ってきた子たちが夢が、ね、砕けちゃうのが一番かわいそうだなと思うんですけれども、まあ、いい方向性に向かってほしいなと思うんですけれども、まあ、この学長と結局学長と副学長が辞任されてて。 まあ理事長である林真理子氏がですねまだいらっしゃるんですけれどもこの林真理子さんはねあのまあ、えー、教育家っていうよりかはやっぱり私とイメージではあの、ね、そういう書籍を出されたりとか、ね、そういう風なイメージが強いですけれども。 ね、あのなかなかねこう経営となるとねやっぱりプロフェッショナルその道のプロフェッショナルじゃないと難しいのかなっていうところは感じます、はい、それ彼女が合ってるか合ってないかは別として難しいのかなと思うんですけどもちょっとあの今後の動きですね林真理子さんがですねど,どういう動きになるのかなっていうところをちょっと勝手ながら占ってみたいと思います。 ねちょっといろいろ大変だからねっていうことでねちょっとあれだったら早送りしていただけたらと思いますけどよいしょね じゃちょっとスリーカードで今回は占ってみようと思います。はい、えー、そうですね。あの今なんかこう二つのことでやっぱり、えー、と学長と副学長もやめられて、あのやっぱり一一点に責任がかかっているところなんですけど、すごくこうバランス学校彼女自身が今 あの学校との間で自分のプライベートと自分の地位とかあの学校との責任とかそういうのにおいてすごくアンバランスな状態になっているのとやはり、えー、周囲の人に対してもあまりこう感情的になってしまっているところも見受けるのかなと思うんですね。あの少し自分のことをを、えー、重き置いてるような えー、カードになるんですよ。私、それは彼女はどうなのかはわかんないけれども、えっと自分の方に重きを置いてるっていう風なカードになります。はい。うん。まあ、ちょっと不満が高まってるとか、人間不信だったりそういう風な感じがしています。現在の状態、えー、この太陽のカードのリバースになるので、すごいこうエネルギーをえー、っと消耗していたりとか、あのー、うまく。 えー、夜当たりができなかったりとか、えっ、ー、と致命的なものを感じている可能性が高いです。うん、あの少しこうね、えー、お疲れであったりとか、まああのー、今はね本当だったらね休むべきっていうところのカードですね。あのー、表立ってにうんと彼女が活躍できる状態ではないですね。休みなさいっていう風なカードになって いますででえー、とアドバイスそして未来に関してですね、うん、あのカップのカードね出ていますね、うん、とすごいがっかりしてるんですねあの今までのことが、ね、せっかくうまくいくと思っていたのにうまくいかなくってあのがっかりしてるカードになるんですね。で、えー、まあ ある意味彼女にとって今回の理事長っていう職柄はもしかしたらがっかりな選択だったのかもしれないなっていうところがあります。彼女には彼女の、えー、本当に生きる道みたいなものがあって、ある意味他の方向性にして考えてみたらもっとあの生きやすい道があるんじゃないかなってあのこのこの選択。 理事長という選択自体がちょっと不釣り合いなイメージがこのカードは言っています他に後ろにまだね他の可能性があるよっていうカードなんですねだからもしかしたら違う方向性でやれやった方が今は休んで、えー、他の方向性を向けた方が彼女にとってはいい人生を歩めるのではないかなと思いますではえっ、ー、とアメフト部の 今後についてですね。ちょっと占ってます。ちょっと簡単に切りました。 えー、どうもね、過去においてあのわがままわがままにこう、えー、権力を糧に、えー、わがまま放題やった人たちが過去にいたと思うんですね。あの感情がギザギザしています。あの本当にねこう好き放題にやってしまった他人のことを考えずに自分さえ良ければいいという思いでやってしまった人たちがいます。で現在に関しては。 あの今まで築いた、えー、と地位とか名誉とか功績とか、ね、今まで築いてきたものを、ね、全てを打ち壊してしててまったったいう感じがすするんですね、うん、これはあのお金とかね地位とかねあの美しさとかいう感じなんですけど今まで築いてきた功績を打ち止めしてしまったっていうところがあるので。 やはり1回ですねこれ最終結果とアドバイスなんですけども一回この呪縛あのやはり一回これを一回解散してその中で本当にクリーンな人だけを部活に残してあげるっていうか一回調査してどこまであの。 が知っていていどこまでが関与しているのかをきっちり調査をしてで本当に関係性がない人だけを一回このブー時代をクリアにして。 ね、あのこれから入ってくる子たちもいますよね部活の入試,入試とかの感じで入ってくる子たちもいますので一回ここをきちんと調査してクリアにしてそしてこの呪縛ですね一回もう絡みに絡み合った呪縛を断ち切るために。 あの1回調査をして、そしてそういう風な関係性があった人は排除した上でのクリーンな生徒さんだけを残せるような方法をしてはどうかなと思うんですね。もう1回1回配分にして、そして本当にクリアクリーンで真面目に努力だけをしてきた。子たちに関してはその少しの人,人数たとえ1人でもいいですよ。それでもいいんで。まあ1人。 チームにならないんですけどね。でもとりあえずそういう子が何人かいれば、その子たちだけでもそ、そあの再結成をしてあげれないかなと思います。それが一番ね、あの改善のためなのかなと思います。一回きちんと調査して、この首に首にね、こう悪魔のね、あの呪縛が絡まって抜けるに抜けられないっていう風なカードなんです。それを覆しなさいっていう風なカードなんですよ。このカードが。 うん、こうだとしたらもう呪縛に飲み込まれてる、あの欲望のままにっていうところなんですけど、そこから断ち切るためにはこの鎖を一回プチーンと切らなきゃいけないんです。この首の双方に連なってるこのね鎖をプチーンと切らなきゃいけない。だから一回この正しい人たちを裁くためあの選ぶために。 こうね、ちょっと関与してる人たちを一回排除して配布してそして新たにクリーンな部,下部ができるんであれば再結成をするべきだという風な感じがします。とにかく一回このきちんとしたこの呪縛ね絡みに絡み合ったあ悪のね何かを一回切らなければ。 いけないと思います。日本はね、あのー、認められてないんですよ。海外では認められている国もあるかもしれないけど、日本では認められてないっていうことは法のもとにきちんと正しく歩まなければいけないので、その辺は仕方がないかなと思います。はい。ね、あ一回もう本当にきちんとね切り捨てた上でね、あのやっぱり関与している人とか。 そういう人たちは切り捨てた上であのクリーンな部をもう一回ね作り直してで新たに入ってきた子たちが、ね、今後もね受け継いでいかれますように、ね、本当に残念なこと今まで歩んできた先輩方がね作ってきただからもしかしたら先,先輩方からずっとそういうものも受け継がれてきた可能性もないとも言えないかもしれないですね。ね 今まででの自爆っていうのの爆があるのでそれが、まあ、功績が消えてしまったっていうところもあるので一回このねどうしてもねもう一回入っちゃうとやめられないっていうところもあるのでそこに関与してない人だけで新たに作り直すっていうのが一番の得策かなと思いました。はいえーまあね、頑張ってきた人たちねこれからね入学したりとかこれからね、あのー、成果を 得るために一生懸命頑張ってきた子たちっていうのがいるはずなんですねあのそういうふうな子たちも人生を潰さないでほしいなと一号詐欺としては思うんですけれども、まああのーね、きちんと調査をしていただいて、ね、本当に関与してないんであれば部活自体は存続してあげてほしいなと思いますたった一人でもねいいのでね良くないんだけどさ まあ、とにかく、ね、そういうふうな子がいれば、ね、それを生かしてあげてほしい将来ねかかってるんですよねやっぱり今後のね卒業した先の就職先とかにもかかってきたりとかねどういう,うな道をね行くのか分かりませんけれども今後のことがあるので、うん、頑張っていってほしいと思うしこれからねあのやっぱり日大に行って。 頑張ろうと思ってた子たちの夢までも潰すのはかわいそうだなと思いますので、えー、ちょっときちんと調査をしていただいてね。やっていただけたらと思います。で日本ではね。あのまだ認められてないので、そこが言いたいですね。他の国ではいいかもしれないけれども、日本では認められてない。だから、やっぱり日本の法律にのっとって。えー 運営をしていかなきゃいけない部活とかね学校とかねまあ、他の部でもねもしかしたらこのあるかもしれないのでその辺をねまあ一回学校自体がクリーンにこの呪縛を取らなければいけないのかなと思いますはい今日初めて見てくださった方チャンネル登録をお願いいたしますいつも見てくださる方いいねボタンとコメントの方もお願いいたします一号先でした。 えー、やっぱ将来の、ね、若者の、ね、夢を、ねえー、簡単に廃、ね、部で結構「はいわりっていう風な感じにはい号作業は思えないので、ね、やっぱりきちんと対応していただきたいなとこれを機会にきちんとクリーンとしたクリーンのしたやっぱり日大絶対日大自体がイメージが悪くなってしまいますのであのきちんとねやっぱりそういう風なこ、ね、とをしてる人たちはやっぱりね えーね、やっぱりこうきちんと対応していただけてクリーンな日大のイメージだけは潰さないでほしいなと思いますどう。日大がどうなのか分かんないんですけど、まあ、頑張ってる子たちもいるのではいよろしくお願いいたします。ありがとうございました